こんな感じやな。ポーちゃんどう？こんにちは。ポーちゃんです。ポポちゃんです。ママとポポちゃんです。今日はクリスタルビラ白浜に来ました。クリスタルビラ、またどこかで聞き覚えがある名前かと思いますが、結構前にアップされているアッシーくんとコラボで撮った動画があるんですけれども、前泊まったクリスタルエグゼ南紀白浜2の他にも白浜には大勢で泊まれるビラがあるんですよ。ということで、また泊まってくださいとね、ありがたきことにお声掛けいただいて今日来ることができました。楽しみです。なんとね、嬉しいね、プレゼントもまたあるんで、最後までよかったら見てください。じゃあね、早速行きたいと思います。まさかこれ、これプレゼント。最後まで見てね。ここじゃあ今からココちゃんのお部屋紹介をします。レッツゴー。スタート。よし、スタート。 OK。 いきなりさ、見て、白良浜がすごく近いので、もうね、水着でもう、あの海水浴楽しかったなってなって、すぐにここで砂とかを流せれるんじゃない。サンダルかってさ、めちゃめちゃさ砂食い込むやん。そうやな。ここでさ、水着とかサンダルを洗い流して砂をするとこなんや。どうですか？過去一番の豪華さじゃない？わ、なんかいきなり貝があるから。で、こう大きな鏡があるから。え、ちょっとちょっと、こんなさ豪華なお部屋、ちょっとちょっと、一個ちょっと言っていい？うん。これね、見たことあるよ、このソファ。そうなの？これが動くね。え？ほら。ああ、はははは。好きなところに背もたれを置けんね。うん、だから例えばこうやってさ、真ん中で仕切ってもいいしさ、あ、なくしてもいい。ははは、なるほどね。うん。こうやってなくしたらベッドにもなるやん。うわ、これめっちゃ可愛いと思って、値段見たらおののいたよ。以上、ママの今大興奮ですぐにお伝えしたかったこと終わり。わあ、めっちゃ広。おお。てかそのさ、ライト何？見て。かわいい。空気清浄機タイプで温風冷風。温温冷いける、うん、ダイソンがある。これ高いやんな。高い高い高い。あ、すごいね。長期滞在もできるからね。ここにトランク置いて、スカートも釣れるいいハンガーがあるから。次行きます。はい、次行きましょう。あ、これ。え、何？エアコンもな。うん、ええやつやね。出てください。うん、はい。ちょっとこれなんですか？これな、匂いかな。すごい。吸い取るんじゃなくて出てんの。そう、出てんね。え？お願いします。またベッドです。さっきと同じ部屋かと思いきや、なんとオープンになってます。なるほど、語らいながらすぐバタンキューやな。でな、ここにさ、なんかバーカウンターみたいなのあんねん。ここでさ、まあ、あっちにもさ、友達とかがあって、ここでもさ、こうやってお酒飲みながらさ、うん、あ、もう疲れた、飲みすぎた、俺これのまま寝るわって言って、このまま寝んねん。なるほど。ここでお菓子いっぱい食べて、もうそのまま寝たい。これでもあれやな、なんか大学生とかのさ、卒業旅行めっちゃいいよ。いやー、これはテンション上がるよ。でね、やっぱ寝室とさ、ダイニングがさ、繋がってたらちょっと恥ずかしいやん。うん、朝起きて寝顔がさ、もう寝るのちょっと恥ずかしいなと思う方はご安心ください。あ、なるほどね。いいね。こうなります。なのでね、寝顔が心配な方もご安心ください。ここで、じゃあね、次のお部屋に行ってみたいと思います。おお、過去一番来たかな。じゃーん、これ嬉しいね。洗面台が2つ、喧嘩にもならへんし、なんかラグジュアリー感が上がるやんな。いい感じのね、この小泉のドライヤーに
ボックスになんか膨大な量のブラシ類とヘアゴムと化粧水、乳液、クレンジングウォッシュ、ハンドソープ、クレンジングオイルタイプもあるから、男性用のルシード、うん、ルシードやろ、ルシードやろ、ルシードや、ルシードやろ、違う違う違う、大量の乾燥すごいなそれすごいよ、もうみんなそれるで、で歯ブラシで大量の綿棒で大量のコットン、あ、でちゃんともう一個あったわ、まあ、気づかんかった、すごい、初めてやで、ね、ドライヤー2つあった、家族じゃなくてさ友達とさ、泊まりに来たらさちょっと気使うよな、混み合うよな、そう混み合うの、特にさ女性はさ髪長いからさなかなか乾かへんからさ、2つあったらさめちゃめちゃありがたい、うわーパパパンダや、え、これさしかもさナップサックになってんね、これなんとね子供用のアミニティではねナップサック型になってます、かわいい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 、今までさいろんなやつあったけどさパンダとかなかった、うん、やっぱ白浜やからかな、じゃらーん、パンダのタオルが出てきました、子供の歯ブラシです、しかも動物アニマルから歯磨き粉もパンダやった、すごいな、これ初めてじゃない、そんなにシャンプーとボディーソープやって、まだあんねん、じゃらーん、うわー、それ何、パンダのメモ帳や、あーいいね、あそこにさドア2つあんね、どっち開ける、迷っちゃうね、洗面台にはね謎のね2つの扉があります、間違ったドア開けたら泥水とかじゃない2つ止まげる、せーの、うわー、あ、開いた、すごくない、これ今までないよな、トイレはね、うん、ちゃんと鏡があんねん、ここに、あ、ほんまや、これ嬉しいよ、女性はさ、やっぱりこう身だしなみをトイレで整える、うん、で、ウォシュレット洗面の、ここで手洗います、最高、ここでだから完結するの、いいね、わざわざ洗面台行かんでも全然大丈夫、ということで、次はこちら、いや、これ最高よね、超巨大なドラム式洗濯機があります、あのプッシュタイプの、あのイケメンがさ洗面してるやつ、あれなのプッシュタイプのアタックがあって、濡れたさ水着とかさ、汚れた服をさ寝とる間とかご飯食べとる間に洗って乾燥できるから、うん、次の日も遊びな、綺麗な状態の水着をまた着て海に行ったりできる、はいはいはい、手で絞ってもなかなか乾かへんからな、そしてあのテンションが上がるバスローブですね、じゃじゃーん、ここでね、またちょっと注意点があるんですけどね、こちらのビラや前泊まったクリスタルエグゼにはね、こういうバスローブはあっても、パジャマはないねん、同じじゃないの、これで寝る、寝る、うん、まあ、パジャマを忘れたらこのバスローブで寝てもいいし、うん、ちょっと気になるわって方は可愛いパジャマで夜はパジャマパーティーをしてください、そうやな子供は必ずパジャマを持ってこなんか、うん、のが注意点です、ママ、はい、ね、レグランドね、じゃあ一冊な、ないかったよ、持ってこへんかったよ、そうなんや、どこへ、じゃあ次の部屋行く、よし、行こう、次の部屋、あっちや、こっちはお風呂やから分かってんねお風呂見してくれへんの、ママとトトにも、最後、終わってから最後、はい、どういうことや、はい、次はここだけ見て、あ、和室なんや、ここだけね和室っぽくなっててくつろぐことができます、布団が2セットあって、で初めにさ行ったさこっちのさ寝室にはさシングルが1つになったベッドが 1,2 やろ、でプラスそれがさもう1部屋あるやん、ということは計10人、泊まれるよ、10人は泊まれるよ、すごい、めちゃめちゃ広いな、だから結構なお値段はするけど10人で割ったらそうでもないって話、確かにそうよね、何世代かの大家族で来てもいい、あ、なるほどね、若夫婦、おじいちゃんおばあちゃん、子供だけはさ今日は特別やでって言ってリビングに寝るよ
ような感覚もできるわけや。まあソファに寝てもいいしね。そや、ほんまに普段はなこんなとこで寝たらあかんでってやつもここやってやってええねん。子供もうテンション上がるし、もうどの世代が来てもテンション上がるな。ここでコンドミニアムタイプなんでミニキッチンがついてます。ファミリータイプの冷蔵庫がまたあります。じゃあ開けてみよう。あ、しかもこれ両方開くやつ、いいやつ。あ、そこ開ける、まあ、冷蔵だからさ、新鮮な食材もさここにさ置いてさ夜食べようぜもできる。わ、どんだけ水あるんこれ。あ、やっぱり10人で泊まれるの。ほんまや。あ、今日ママたち3人でこの部屋泊まんねんけど、なんか寂しくなってきたから誰か呼ぼうかな。なんか水屋みたいな感じ。上が、お、あーすごい、お、すごいこれ並べた人めちゃめちゃ貴重面やな。あ、すごい子供用の食器もあるわ、すごいね。子供用の食器があるのはなかなか嬉しいです。確かに。で下はすごいコールマンのさガスボンベがある。ってことは外でバーベキューできるんだ。ええとこのやつだね、コールマン。いやだよね、コールマン高いで、おしゃれなポット。すごい、おしゃれ。炊飯器と、まあ、調理機材とおしゃれなマグカップ。お茶か、お茶や。おしゃれなさお茶飲むやつとグラスと、見て、シャンパングラス。でもねこれね、これプラスチックやね。しかもめっちゃ軽い。これもか。あ、これもだ。だからお酒飲む系は全部プラでできてる。でも見た目さめっちゃおしゃれちゃう。おしゃれやのに割れへんって最高だ。これさ、よくさ、超豪邸にあるさ、やつやん。そうだよね。これでブーンってできんのやろ。ブーンってやるやつやった。うん、これはちょっと豪華だね。で、ここに3口の IH ヒーターがあります。3口もあるから。へー。じゃあね、せっかくだから全部の棚を開けたいと思います。うわ、調理一式が入ってるな。ワインの栓抜きやって。あ、フライパンセットで、次は、あ、すごい量、なんか大家族やね。次はボール。これ何？あ、氷やな。すごい氷入れ。はい、次はお皿。見て、パーティーの主役、たこ焼き器出てきたわ。まあ関西に来たらね、ぜひたこ焼きパーティーでもしてみてください。あのバルミューダ、うん、めっちゃ高いやつやな。高い高い。しかも LED が上から。え、ここやや。じゃあね、皆さんが一番楽しみにしてるであろう部分を見せたいと思います。プールなんで、何時でも朝から晩までプールを楽しむことができます。すごい、最高のビューやな。これをビューと呼ぶの。次これを紹介します。このさプールもさ、なんかタイル張りでさめっちゃおしゃれやん。あそこのさタイルの感じからするとな、プールに入ってこうやってやったらもう目の前の犬や。あ、しかもあそこがさ開いとんやん。そうやね、水着持ってきてよかったね。気持ちいい。どう？気持ちいいね。関西やのに海外に来たみたいな気分になるわ。もうなんか目をつぶったうちここにグアムかもしれへん。ポーちゃんどう？プールに使ってちょっと体に冷えた後はここにジャグジーで温めることができます。ここにさ、うん、綺麗なライトがさいろんな色で光っとうからさ、夜になったらさ青とかピンクとかさいろんなネオンの中でさジャグジー入れんね。トコちゃんが今あっちに発見したものがあるの。うわー、これは露天風呂やわ。露天風呂専用給湯器っていうのがあるからさ、ここをさ、自動押したらさ、ガーって入るってこと？え、そっから？
すごい、家と同じや。気持ちいい。ここやる。レッツスタート。最後のね、見てない部屋行きます。最後の部屋行きます。よーじゃじゃん、どう。予想外のバスタブ来た。猫足や。あ、え、シャワーに巨大すぎてびっくりした。シャワーが2000個もある。しかもということでね、全身を浴びられるシャワーとちゃんとね、後悔とかも洗えるシャワーも。猫足のバスタブだ。すごい。あ、めっちゃ怖い。大丈夫これ。Wi-Fi が完備してます。チェックアウトは10時。フロントっていうのがね、ここからね歩いて1分ぐらいのところにフロントがあるんで、そこで鍵とかをもらうシステムです。鍋とかね、バーベキューもあって、それは別途プラス料金がかかるんですけど、わざわざねもう外に食べに行かなくても、このホテルで完結することもできる。で、ここの利点はもう1個あるの。なんとアドベンチャーワールドが車で1分やね。もうね、すぐそこにある。ここやる。中身はね、全部紹介して終わったらちょっと玄関周りにしようかなと思って。ここにね、ニンズウムのスリッパがあって、超巨大なシューズクローゼットがあるから。じゃーん、掃除機がね、2台もある。すごいな。ここにね、ほらアイロン台がある。アイロンもある、ね、アイロンもある。じゃあね、せっかくやからちょっと外を見たいと思います。駐車場は2台ね、置ける。車は2台置くことができます。ぶっちゃけね、高いんです。ぶっちゃけ高いんですよ、このビラ。 でもここアドベンチャーワールドからめっちゃ近いから、めちゃめちゃおすすめなんです。あのアドベンチャーワールドに近いところに泊まりたいわっていう方は、あちらもね、クリスタルホテルなんですよ。もう目と鼻の先、このビラと。こっちはあのクリスタルエグゼ南紀白浜2みたいな感じのコンドミニアムなんで、おしゃれホテルみたいな感じで、あのビラよりはコンパクトに泊まることができるんで、ビラで1日過ごすんじゃなくて、泊まるだけで、あとはどっか遊びに行きたいわっていう方はこっちでね、全然十分。ゆったりみんなとワイワイお話ししたいわっていう方は、このビラの方がいい。上がっても、はい、ここがいいんですね。ちょっと1個ラムネを。ラムネもくれるんですか。はい、じゃあ1個もらいます。ちょっとも、はい、もういい。個数制限がある。ここいる。触んないで。さっきのビラから車でもう3分ぐらい、3分も経ってないぐらいのところに、マルタ屋っていうね、和歌山ラーメンがあるんです。マッシーくんおすすめのマルタ屋に来てみました。じゃあ中華そばとマグロ飯が来ました。このさ、黄身が絶対美味しいやつ。あの醤油漬けのあとやつか分からん、でもなんか濃いよな。絶対美味しい。はい、めっちゃ美味しそう。うわぁ、一人前やね。いただきます。うわぁ、美味しそう。うまいこといきましたか。うん、これはね、トレトレ市場のところから直送できたらもう目の前にあるもんな。はい、そうそうそう。うわぁ、美味しそう。転がりました。いや、下手くそすぎる。なんでそんな下手くそな。まあ、いいや。イエーイ。あとマグロは
り交流し、マルタ屋自体はいっぱいあるんですけど、でもマグロ飯が食べれるのは静岡県限定だから、ぜひね、静岡県に来られたらマグロ飯食べてみてください。フルーツもあるわ。ポーちゃん何歳になりましたか？ハッピーバースデーよポーポーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。どうぞ。美味しいね。おはようございます。朝です。じゃ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 ー、うわー素晴らしいです。ちょっと外に出てみます。どうですか？今日はスリッパを履きましょう。はい、ちゃんとねスリッパがありますよ。ここには昨日ね、ここのジャグジーでトトとココちゃんが入ってました。でプールもねめちゃめちゃ綺麗です。うわー綺麗。プールな、ママたち水着を持ってくるの忘れちゃったんで、次また来た時に入りたいと思います。すごい海がねめちゃめちゃ綺麗です。最高のビューです。ママちゃん危ないから気をつけてくださいよ。はい、はよ。朝ごはんとかもね、ここは事前に予約したら朝ごはんを届けてくれるんですが、私たちは昨日近くにね、大クワがあるんで、そこで朝ごはんを買ってきました。ここでチェックアウトしました。トトどうでしたか？いや、なんかね、すごかった。ラグジュアリーの極みみたいなビラでした。では、プレゼントの発表です。今回もクリスタルチャンネルのアッシーくんより、こちらのクリスタルビラ白浜一泊プレゼントしてもらえることになりました。ここね、ほんまに一泊高いんですよ。検索してみてください。たくさんね、ビラのタイプがあるんで、どのビラのタイプになるかはちょっと当選された方の日程の都合で変わるかと思うので、全く同じ部屋ではないかと思うんですが、まあほら、いっぱいあるからね。そうそう、いっぱいでビラがあるんで、ね、なので、一応今回はこちらのビートをご紹介したんですが、他のタイプもあるので、ぜひ検索してみてください。では、プレゼントの応募方法について説明させていただきます。1、ボンチューブとクリスタルチャンネルをチャンネル登録していただけること。2、こちらのクリスタルチャンネルの動画に宿泊希望とコメントいただけること。3、ボンチューブの G メールに先ほどクリスタルチャンネルでコメントをした名前と当選時に連絡がつく連絡先の記載をしてメールいただけること。以上となっております。とりあえずチャンネル登録とコメントと G メールをくれるだけでもうね、超豪華なビラが当たるかもしれない。その前のね、プレゼント企画にもたくさん応募いただいて、2名の方ね当選したので、今回もねどしどし応募してください。いっぱい応募待ってます。じゃあ、これからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。じゃあ次の動画まで、またね。最後まで見ていただきありがとうございました。とんでもないビラに泊まらせていただきました。アッシーくんには感謝しかないのですが、一体何者なのか、また謎が深まりましたね。こちらのビラの良さが少しでも伝わっていたら嬉しいです。そしてまた視聴者の方へ一泊プレゼントしていただきました。こうやってプレゼント企画ができますのも、いつも動画を見てくださる視聴者の方のおかげです。ありがとうございます。今回のプレゼントの応募期間は8月末までとなっております。詳しくは概要欄をご覧ください。不明な点がありましたら、コメントかインスタの DM でメッセージをいただけたらと思います。これからも皆様に何かの参考になるような動画制作を頑張りますので、どうぞ見守っていただけたらなと思います。
ではたくさんのご応募お待ちしております。またねー。